サンガスタジアム by 京セラです。2020明治安田生命 J2 リーグ第11節、京都サンガ FC 対水戸ホーリーホックの一戦をお届けしてまいります。雷の影響により試合開始が30分遅れて、キックオフ時間が19時3分に変更されました。かなりの雨が降ってピッチもかなりスリッピーな状態になってますね。両クラブの選手たちが今ピッチに足を踏み入れます。さあ、京都のスターティングメンバーです。若原、それから浅田、ヨルディバイス、本田というディフェンスライン。中盤は飯田、中野、庄司、金久保、荒木、そしてフォワードはピーター・ウタカとジュニーニョです。アウェーの水戸のスタメン、そしてサブのメンバーです。ゴールキーパー松井健也、ディフェンスは前島、住吉、ヌドカ・ボニフェイス、それから富山です。中盤には村田、平野、木村、山口、そしてツートップは山谷と中山。さあ、山口か富山か。山口、あとはクロスバーに当たった。いや、素晴らしいフリーキックですね。でしたね。その精度の高さ。中には宇多が、さらには金久保、ショートコーナー使ってきたジュニーニョから、ジュニーニョ左足で上げてくる。そのままでやっていった。シュート性のというか ね、いい狙いです。はい、いい狙いですね。さあ、ヨルディバイス真ん中から縦、ジュニーニョに送る。そこを2人がかりで対応していった。なんというゴールだ、なんというゴールだ。ジュニーニョ決めた。浮かせて2人がかり、しかもそこをかいくぐっていった。素晴らしいゴールですね。ああ、ゴールパフォーマンス見事に決まりました。この京都の一つ、こう特徴の一つというこの、ね、パフォーマンスですが、もう一度ご覧いただきましょう。このジュニーニョ、ミア、さあ中央、ミアを狙ってきました。ヌドカ・ボニフェイス、決まりました。ヌドカ・ボニフェイス、左隅に決めていった。1対1、一歩も引かない水戸。しかもまあ、注目となるこのコーナーからのゴールでした。セカンドボールですよね。いいとこにこぼれてきたところに反応してますよね。はい、山谷から中山、さあ前に上がっていく、深掘りの、これはわずかに外れました。途中出場、後半から入ってきた深掘り、京都を奪っていく。さあ、ここで抜けてきました。宇高から右、倒された、エリアの中、中野倒された。しかし、ここはいや、もう一瞬の隙も許されない、そんな状況です。さあ、スピードがある上にしっかり呼んでますから ね。そして深堀から中に入ってきた、エリアの中、シュート、よく止めた。しかし押し込んだ、押し込んだ。最後は中山でした。一瞬、今日はがっぷり四つ、全く譲れない。そして山口から前へ送る、山口。さあ、中、松崎が入ってきた、左足で深堀ですが、ここは倒されたが笛はありません。倒された、笛はない、笛はありません。もうファールですか。今のこそ足に深く入ったようには見えましたけどね。
安藤から左山口入れてくる。さあ松崎中央左足を抜いた、また止めた若原。今日は京都に大きな壁、若原という壁があります。今シーズン初出場の高崎持ち上がっていく。さあそして右ベテランの石口、中に宇高が呼んでいる、待っている。その宇高に渡るエリアの中、中から右足を抜いた、よく止めた松井健也。さあ安藤行く、山口だね、染めた。ナイスキーパーですね。ここで終了のホイッスルが鳴りました。両チームドローで今日のゲームは引き分けに終わっています。